こんにちは、あきぴよです。動画をご覧いただきありがとうございます。前に悪性リンパ腫のしこり初期症状から確定診断までという内容で動画を投稿したんですけど、そちらにたくさんコメントをいただきました。ありがとうございます。その多くがこんなコメントだったんです。自分にもしこりがあって不安だとか、しこりが見つかったけど病院に行くべきですかとか、そんなご相談やご質問でした。思っていた以上にしこりができて悩まれている方が多いんだなと率直に思いました。ただその以前投稿した動画はたくさんの方に見ていただいて本当にとってもありがたいんですけど、ただ YouTube を始めて間もない時に撮った動画なので、BGM が大きすぎて何話しているのか聞き取りづらいって実際にご指摘いただいたり、だらだら話していて分かりづらいこともたくさんあったかと思うので、今回は要点を絞ってお伝えしたいと思います。そんな今回のテーマは病院に行くべき危険なしこりについてです。今回お話ししているしこりについては、とかが溜まってできた粉瘤とか脂肪腫のしこりではなくて、リンパ節が腫れてできたしこりということを前提としてお話ししているので、その点だけ注意してください。でコメントを見ていて思ったのは、やっぱりちょっと怯えすぎているんじゃないかなっていうところが正直ありました。小さなしこりが一つできただけで不安だって怯えてしまっている方がすごく多いです。もちろん気持ちは本当にわかります。何より私が実際になった当事者なので、そのしこりが悪性、まさに癌だったっていうことですよね。ただ確率論的なことでお話をすると、まずその可能性は限りなく低いと思います。統計によると1年間に悪性リンパ腫になる人の人数って10万人あたり10人ちょっとぐらいなんですよね。で単純にその割合で確率を出すと 0.01%、 1年間に自分が悪性リンパ腫になる確率はわずか 0.01% っていうイメージなんですよ。もちろん実際はそんな単純な考え方で確率を出すことはできないと思いますけど、それでもそうそう頻繁に起こることじゃないっていうことだけでもなんとなく想像できますよね。それじゃあしこりを発見した場合にどんな場合は受診した方がいいかについて具体的にお話ししたいと思います。そしてこういった体のことをお話しするときには必ずお伝えしているんですけど、私は医療の専門家ではないです。自分が体験した中で聞いた話とか勉強した知識などをできるだけ分かりやすく全力で発信したいとは思っていますが、もしかしたら中には間違った情報も含まれているかもしれません。なのでそういった点も頭の片隅に置いてご覧いただけるととてもありがたいです。では本題に入りたいと思います。ごめんなさい、今ちょっと外で工事してて聞き取りづらいことがあるかもしれないです。ちょっと強行突破したいと思います。今あるしこりがこんな状態であれば一度病院へ行かれることを強くお勧めします。しこりの大きさがすでに 2,3 センチ以上ある場合、しこりがだんだん大きくなっている場合、あとしこりの数が着実に増えている場合、痛みのない硬いしこりがある場合、さらに発熱や寝汗、体重減少がある場合、こんな感じです。ポイントは大きさと数と硬さと痛みの有無、それに加えて発熱とか寝汗、体重減少などの全身症状があるかどうかです。これらって簡単に自分でもセルフチェックできると思うんですけど、これだけでも悪性なのかそうじゃないのかはかなりの確率で振り分けられるんじゃないかと私は思っているので、ぜひチェックしてみてください。まず大きさについてですが、正常なリンパ節の大きさは通常1センチ以下ぐらいです。これを超えるっていうことは何らかの原因で腫れが起こっていると考えられるんですけど、その原因の大半が細菌やウイルス感染によるものなんですね。だから怪我をして傷ができた場合にそこから細菌が入ってリンパが腫れるケースもあるし、あと虫歯とか扁桃炎、あと咽頭炎とかの炎症で腫れるケースもよくあります。でこういう炎症性の腫れの場合はある程度リンパ節が大きくなったとしても、それがどん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 大きくなり続けるっていうことはないんですよね。炎症性なのでその炎症が収まればリンパの腫れも収まるものなので。だけどこれが癌だった場合は違います。リンパの中で癌化したリンパ球がどん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 増殖して増えていくので、しこりが3センチを超える大きさにまでなったり、他のリンパ節にもしこりを作ったりとかして数が増えることもあります。次にチェックすべきポイントは痛みの有無についてです。繰り返しになってしまいますけど、しこりの原因のほとんどが細菌とかウイルスなどの感染症、つまり炎症によるリンパ節の腫れによって起こっているものです。ただこういう炎症性のしこりの場合は痛みを伴うことが多いので、痛みがあるしこりの方が逆に安心です。がんの場合はほとんどが無痛性なので。あ
と硬さもかなり判断ポイントになります。がんの場合はそういった炎症性のしこりに比べてとっても硬いことが多いです。で、私はアトピーなのでそのかき傷が原因なのか未だによくリンパが腫れることがあるんですね。なのでそのがんの時のしこりと炎症性のしこりと両方の感触が分かるんですよ。で、炎症性の場合は本当触った時にコリとかしこりが逃げてつるっていう少し柔らかめな表現が近いのに対して、がんの時はゴリっていうもっと硬いイメージがまさにぴったりなんですよね。あのスーパーボールって硬くて弾力があるじゃないですか。まさに感触としてはそれに本当に近いです。硬いしこりってどんな感触なのかなと、何かお伝えするのにいい方法ないかなと思っていろいろ試してみたんですけど、私がいろいろやった中ではこの方法が一番近かったです。スーパーボールとこういう保護シート、これ100均で買ったやつなんですけど、あのスーパーボールをこういう感じで包んで、で一応これを皮膚として見立ててるんですけど、それでこの上から触った感じが本当にまさに私の悪性リンパ腫だったしこりの感触にかなり近いです。なので気になる人は一度試してみてください。これちょうど3センチのスーパーボールなんですよ。これが私の場合まさにこっちになるんですけど、ここにあったことになるんですよね。あの多分半分ぐらいはこの筋肉とか体の中にあの埋まっていた状態だと思うんですけど、かなり大きいしこりがあったんだなと思います。でちょうど今整形した傷跡も見えると思うので、ここです。ここにしこりができて、実際に整形して取った場所になります。なのでここにしこりがあると本当にかなりボコッと目立つ状態でした。あくまでも私の例として参考にしていただけるとありがたいです。あと他にしこりの状態を見るときに、可動性があるしこりについては大丈夫とか言われたりもするんですけど、正直これはちょっと判断が難しいと思うので、私はこれについてはあまりチェックしても意味がないんじゃないかなと思っています。あの可動性があってもなくても皮膚ってこうやってどうしても動くので、本当に見極めるのが難しいんですよね。続いては全身症状についてです。発熱とか寝汗、あと体重減少っていうのも悪性リンパ腫の場合に見られる特徴的な症状の一つとしてあります。ただこの症状が出る人は、あの悪性リンパ腫になった人でも 20% 以下くらいって言われているので、熱とか寝汗がなくても悪性リンパ腫の可能性はあります。次は私がしこりを発見した時の大きさや状態についても一例としてお話ししたいと思います。あの私の場合のしこりなんですが、こんな感じでした。まず全くの無痛、そしてスーパーボールのような硬さで、最初にしこりに気づいた時は 1.5 センチぐらいの大きさでした。それから少しずつ大きくなっていって、1ヶ月後ぐらいには2センチ以上になっていたと思います。もう触らなくても明らかに見た目でボコってなっているのが確認できるような状態でした。そしてそのしこりを発見してから約3ヶ月後、最終的にはもう3センチを超える大きさにまでなっていました。この時は手術でしこりを丸ごと取って測ったので確実な大きさだと思います。あと手術の時に分かったんですけど、自覚はしていなかったんですけど、もう一つ近くに小さいしこりもあったみたいです。多分あのまま放っておいたらやっぱりどんどん次々にしこりができていったんじゃないかなと思います。ただ私のリンパ腫の種類が進行がすごく早いタイプだったので、これだけ早くしこりも大きくなっていったんじゃないかなと思います。最後になりますが、しこりを発見してしまってとても不安に感じている人、この動画を見てくださっている人の中で多いと思います。今回冒頭でお話ししたように心配ないケースがほとんどだとは思いますが、やっぱり万が一のこともありますよね。ただしこりが小さかったり、あと大きさや数に変化がなければとりあえずは様子見で大丈夫です。大きくなったり数が増えたり、何か体に異変があって不安に思うようだったら受診をお勧めします。受診する診療科についてですが、しこりの場合皮膚科とか内科とかでも一応見てくれるとは思うんですけど、首より上の管轄は耳鼻科が専門になるので、迷われた方は耳鼻科に行かれるのがいいと思います。鼻とか喉の炎症がないのかも一緒に見てくれると思うので、あのそこの炎症が原因でリンパが腫れているんじゃないかって分かるケースも実際多いです。内科や皮膚科だとなかなかそこまで分からないと思うので、やっぱり耳鼻科が第一候補としてはおすすめです。ちなみになんですけど、あの私の母も兄も
あと3歳の息子も首にしこりがちょうどあるんですよ。兄の場合は2センチ弱ぐらいあったらしく、結局5年ぐらいあって気づいたらもう亡くなっていたみたいです。で、母と息子の場合は1センチから 1.5 センチぐらいだと思うんですけど、未だにしこりが残っています。で、もう1年以上も経つし、母の場合は病院に行っても様子を見ましょうでやっぱり終わったんですよね。なのでしこりが何らかの炎症によってできてそのまま残ってしまうっていうケースも実際あるんですよね。だから大きさとか数に異変がないのであればそのまま残っている状態でも心配ないんじゃないかなと個人的には思っています。とは言ってもやっぱりいざしこりを発見してしまうと本当に不安でたまらなくなりますよね。他にまだわからないことだったり、あと質問したいこととか相談したいことがあればぜひコメントの方に書いていただければと思います。もうその不安でたまらない気持ちはもう本当に私も経験した身としてよくわかるので、優先的にお返事をさせていただきたいなと思います。ただおかげさまで YouTube を始めてからウィッグの販売の方 もう急激に忙しくなっていて、そちらのお問い合わせもたくさんいただいているので、どうしても空いた時間にコメントのお返事をする形となってしまいます。遅くなってしまうかもしれないんですけど、必ずお返事させていただくので、私の分かる範囲で何かお伝えできればなと思っています。ということで今回は以上です。このチャンネルでは自分の経験をもとに抗がん剤治療のことや脱毛のこと、またウィッグのことについてお話をしているので、ぜひチャンネル登録の方もしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。